あ、こんこん、おこです。ホライズンゼロドーンの続きをやっていきたいと思います。エルサに、無事というか、まあ会うことはできたんですけど、最後力尽きてしまいました。で、エレンドと共に、今度もう一度メリディアの太陽の宮殿に今から戻ります。メインクエスト。エルサはオセラムの将軍デルバールにさらわれて拷問され、傷が原因で命を落とした。デルバールはカージャに報復を果たすためにメリディアンに向かっている。何としてでも止めなければ。ということで、デルバールを追って私たちもメリディアンに向かいます。まあ、エレンドはまだここにちょっといるって言ってるんで、とりあえず私はアーロイは戻ります。ファストトラベル。メリディオン、めっちゃ遠いね。メリディアンの宮殿、ここらへん、ここかな。はい、クレイムに伝令を送って知らせておきました。エルサの葬儀に必要なものがあれば何でも申し出るがいい。よく戻った。これからどうすれば。希望を持った瞬間奪い去られるなどあまりにむごい。エルサのことを思うならデルバールを探しましょう。太陽が煙で曇りゆくと言ってたそうです。アロイ、手がかりのことを。手紙だ。大量のブレイズをここの倉庫に送ると書いてあった。ただデルバール宛てじゃなかった。宛先はエールンド・フォージマン。この名に心当たりはあるか。聞いたことが。そうだ、大家ですよ。オセラムが都の建物を買い占めていて、その名前があった。確かそう、メサの端にある寺院の近くです。商店でしたが、倉庫にも使えるでしょう。あの男が偽名を使って手に入れたなら、まだそこにいるかも。招集をかける。そこで会おう。待ちなさい。オセラム族はデルバールを誰より憎んでる。彼を得るためなら何でもするはず。生け捕りだと？交渉の材料にするってのか。冗談だろ。我らの安全は和平の維持にかかっているのだ。デルバールは可能な限り生きて捕らえよ。これは命令だ。アロイ、少し話せるか。エレンドは私にエルサの最後について詳しくは語らない。気持ちは理解できる。だがこのままだと頭の中で想像が膨らむばかりだ。エルサは苦しんだのか。前のシーン。お前は苦しみを抱えている。そうだろう。別れを言えなかったから。お見通しか。そうだな。己の苦しみに囚われている。苦
しみを消す方法はただ一つ。デルバールをここに連れてきてくれ。罪の報いを受けさせる。倉庫に行く。デルバール倉庫にいるの？ここは今まで嗅いだことのない匂いがする。これは香辛料かな。健康な冒険家たちよ。友や家族はいない方が都合がいいが、えり好みをしない。あれかな。王国はここに礎を置いて。違うな。こっちよ。よし、ここだな。デルバールいるか？お前に届け物だ。え、そんな簡単に？奴からの贈り物か。爆弾か？ちっちゃいな。殺すには十分。そうか、黙るよ。もし下手にいじったら仕掛けが起爆するかも。倉庫を調べる。ブレイズ。ブレイズ。上の階にある何かから漏れてる。あ、これブレイズが漏れてるんだ。これや。今はできない。ブレイズだらけか。下の爆弾が爆発したらデルバールの思う壺になる。都が炎に包まれて太陽が煙で曇りゆく。きっと止める方法があるはず。これじゃないの？爆弾が爆発したらブレイズが炎の嵐を起こす。あ、これ止め針は木製、もろそうだ。ブレイズを窓の外に落とす。あれは力持ちやな。押すのを手伝え。了解。力仕事はうってつけ。それで都を救うんだよ。ブレイズが落ちたら逃げるんだ。一階の仕掛けがこれで爆発するだろうからな。俺たち死ぬのか。多分な。ほら押して。うわあ、うわあ、すごい。やったぞ。ザマーミのデルバール、メリディアンは健在だ。いや、まだだ。アバードに拝ませると言ってただろう。まさか宮廷に忍び込むってのか。衛兵がいるんだぞ。念のために戻っておけ。私は残る。デルバールの仲間が手がかりを残しているかも。分かった、任せろ。宮廷にいたらぶっ殺す。周囲を調べる。あの建物は何があったの？事故？
かな、明日かな、明日や。ここで起爆装置を組み立てたのか。壁にトンネルが。こっち？宮廷への侵入路を見つけた。でしょ、違う？あっちやから、あ、違う。ん？あっちに行きたいねんけどな。こうや。ここやで、あそこに、あのはしごに行けばいいんだ。えい、こわー、せーので、おー、こわ、よかった。見られた、やるか。え、なんなん、おい、隠れろ。やば、待てよ、飲まなあかん。あー飲めなかった、やばい。ひざまずいている太陽神をこの目で見たかった。おい、うるせえな、黙ってろ。ケツ守るやつも必要だろ。お前が月だらけのせいでな。そーっと言ったらあかんのかな。これにし、いけた、いけた。あー、なんかめっちゃいろいろ落ちてる。なんか怪しいな、こんなに薬草落ちてるって。これも薬草や。上か、そーっと。また落ちてたキノコ、でかっ。
盛るカージャどもを見るのはさぞかし楽しい余興になりそうだ。メリディアンにお別れを言うんだな。灰と不臭に包まれ、そしてあえぐがいいさ。おかしいぞ。まさか何も聞こえなかったぞ。メサの教会で煙が上がってるぞ。バカな、炎の嵐はどこだ。あんなストーブ程度の煙じゃなく。あれ、これ何、破壊する。テルバールと喋る。身軽でいないと。ん、テルバール、あ、デルバール一味を倒すか。なんだ、わあ、俺の隠れ家を漁ったのはお前だったか。爆弾も解除した。なるほどな。まあ爆弾などなくても玉座に血しぶきを浴びせてやる。まずはお前、次にアバートだ。強そうやな。何あれ、ちょ待って。お前ごとき、こんなメリアル、雑魚にすぎんな。マジで雑魚にすぎん。おしまいにしよう。俺は忙しい。一人倒して、うーわー、なぜアバードはいつも女にばかり戦わせるんだ。意外と早くさともやラベジャーと比べて雑魚にすぎる。あれ、ロストはいつも我慢しろって。ん、え、デルバール簡単に死んじゃってんけど。え、あとはあれか、あれね。いやだ、なんか、わ、来た。やーば、やーば。え、グリーンと気に入ってもらえるといい。まだまだ来るからな。うわ、ちょっとこれ逃げ場もないし、ちょっとこれでやっつけるか。逃げ場所が違う、これで機械がいればわざわざ俺が手を下す必要もない。どうしよう。もう無理じゃないこれ。どうしようもないやん。違う。な、何してんの。
戦うか逃げるか。機械がいればわざわざ俺が手を下す必要もない。気に入ってもらえるといい。まだまだ来るからな。実に素晴らしい。残忍なグリントホークよ。これを気に入ってもらえるといい。まだまだ来るからな。もうまだまだ来るって。すいません、どこや。もう近すぎて。機械がいればわざわざ俺が手を下す必要もない。落ちた。はい、なんか一匹ずつ丁寧にやっていけば大丈夫かも。私を俺は作れない。どこ？で、これを飲む。冷気耐えで。うわ、もう一度体力強化なので。実に素晴らしい。残忍なグリントホークよ。たかわあ。誰がいればわざわざ俺が手を下す必要もない。落ちないか。落ちた。いか、早く。気に入ってもらえるといいが、まだまだ来るからな。あかん、遠すぎる。どこや、そこや。最悪。遠かったよ。あとこれ。惜しいぞ。あ、落ちた。早く行かないと。逃げる逃げる逃げる。で、タイレこれほら飲んどいて。まだまだ来るからな。もういい、呼ばんでいい。あ、実に素晴らしい。残忍なグリントホークよ。
けかなあと。え、どこ？やった。あれ？もしかして、やったやった。やっつけれたかも。よっしゃ。あと何デルバール、ちょっとその前にこんなところで強化していいのか分からへんけど、最後どうせデルバールと戦わなあかんのちゃうの。エルサがお前を殺すところも見たかったが、俺がやるのも悪くない。やってみろ、怖くないぜ。だがどうせお前のことだ、しくじるだろうさ。ならお前を鎖でつないでメインスプリングに連れ戻してやろうか。クレイムの一族はお前の死を望んでる。喉から手が出るほどにな。痛めつけ方もよく知ってる。他の者に手を下させるとはお前らしいな。黙れ、お前の運命は三王が決める。よかった。アバードと話す。エレンドと話す。デルバールと話す。フニーニ。デルバールはもういっか。なんかアイテムは？あ、なんかあった。ん？メディティアン創設データポイント。はい。ああもう無理かと思った。ちょっと残ってないのアイテム。アイテム取っとけばよかった。あと型もないわ。この感謝の気持ちは到底言葉では言い尽くせないほどだ。私を救い、メリディアンを救ってくれた。お前のおかげでこうして正義が下された。真実を知った今、エルサを弔える。お前なしではどうなっていたことか想像もしたくない。メリディアンに残るつもりはないのか。残る？なぜ都に残ってほしいんだ？その答えは明白であろう。どういうことだ？まず何より第一、都が炎に包まれるのを防いだ。お前は強くて利口で、それに腕もいい。お前がそばにいれば心強いのだがな。
エルサを利用したように？つまりこういうことか。お前の大事な女戦士が死んだばかりだというのに、その穴埋めをしろと。何？太陽に誓ってそういうことではない。すまん、不注意に言葉を選んで誤解を与えたようだが、侮辱するつもりなどない。こんな展開になるはずではなかったのだがな。いいか、お前には感謝している。いつでも歓迎しよう。次はもっとうまく話せると良いが。なんか気まずい感じになっちゃった。まあいいや。アバード、アバードはこれはエレンド、アバード、アバード、じゃあエレンドと話す。アロイ、エルサのことなんだが、あいつならデルバールをやる、その場で。そのためにあの夜奴に会いに行ったんだ。でも俺に大人になれって正直言われた時は傷ついたが、真面目に考えてる。つまりしたいことより正しいことを優先しろだろ。私に聞くのか？お前年上じゃないか。でも年上らしくない。デルバールの時も。買いかぶるなよ。いまだにあいつの首を絞めてやりたくなるんだ。でもそうはしない。お前はいい体調だ。やめろって。泣かせる気か？これからどうする？それでヴァンガード隊長殿はこれからどうするつもりなんだ？とりあえずクレイムに戻ろうと思う。身内に連絡を入れたらちゃんとエルサを埋葬する。あいつのスタイルでな。世間話より酒飲みながらってことさ。デルバール、オセラム族はデルバールをどうするつもりだ？しばらくは話し合いが続くだろう。まあ結果がどうあれ時間はかかる。俺は構わん。地下の独房にいるあいつの怯える顔を見に行くのもいいかもな。さようなら。それじゃあ。分かってる。行くんだろう。殺し屋を追い機械を手なずける。朝飯前だな。実はお前に会った時、俺は偏僻なところから来た美少女の前で大物気取りだったけど、今はお前に会えて俺はラッキーだったと思ってる。世界を救うのもいいが、俺のことを忘れるなよ。お前のためなら喜んで時間を作るよ。そうか。嬉しいね。さようなら。じゃあ次は発掘現場で王林を探す。一旦、トロフィー獲得。メリディアンを敵から救った。はい、じゃあ一旦ここでエレンドと一緒に終わろうかな。いいショットですね。では、ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。